こんにちは。日本のジェルメーカーココイストで働いていますネイリストの石内初美です。2019年11月にココイストエデュケーター総会が行われ、そこで3名のアートディレクターの就任が発表されました。今日はその中のお一人、井上咲先生にアートを紹介していただきたいと思います。咲先生、よろしくお願いします。こんにちは、ココイストのアートディレクター井上咲です。今日はブリーディングインクを使ったお花のアートをしていきたいと思います。まず91番ホワイトグラデーションのカラーを塗っていきます。こちらは半透明なシアーのホワイトになります。こちらを2度塗りを行っていきます。2回目塗っていきます。硬化します。で、2度塗りしたこちらのカラーの上にマットトップ、こちらを塗っていきます。こちらのマットはセミマットタイプになりますので、サラサラした質感になっています。一度硬化していきます。で、こちらを硬化していったので拭き取っていきます。マットトップを塗ったのはインクを使うときに色が定着しやすいようにこちらのマットを塗っていきました。今日使うお花はピンクとパープル、こちらの2色になります。このまま使うこともできるのですが、こちらにこのようなパレットを使用していただくと使いやすいかと思います。そしてこちらのアートをする際にはこのようにパレットに出していただいて、何日間か乾かした状態で使っていただくのが濃度を調整しやすいのでやりやすいです。お花を描くときはこちらのポインテッド筆使用します。まずポインテッド筆にクレンザーをつけて、こちらのインクこのように溶かして使っていきます。で、お花を描くときは花芯を決めたら、ここに中心を取っていただいて、腕を寝かせた状態にして広げていきます。で、この時のインクの量は本当にごく少量取っていただいて、つけていただくとまず一つ目の花びらができます。そして花芯からもう一つ目の花びらを描いていきます。必ずクレンザーの量は少量で、花芯を描くときも必ずペーパーで一度拭き取ってから描くようにしてください。意外と色が薄いなと思われるかもしれないですが、マットトップの上にトップコートをかけたときに色が発色するので、少ないかなと思うぐらいで大丈夫です。で、筆は必ず寝かせながら、中心が合っていれば動きのあるお花になるので、ちょっと失敗しても大丈夫です。筆は完全にベタッと寝かせて動かしていきます。続いてピンクを使っていきます。こちらもポインテッド筆に少量のクレンザーをつけていきます。で、パレットを少量溶かしていきます。で、一度ペーパーで余分なインクを取ってから、もう一度中心から色付けしていきます。このようにピンクで色付けできたら、もう一枚パープルでお花を描いていきます。少量つけたらペーパーで余分なインクを落とします。
で、花芯を決めたらそこから筆を寝かせて描いていきます。このように2つ目のお花ができました。続いてこちらの葉っぱと花芯の部分を描いていきたいと思います。こちらはグリーンとブラウンを混ぜたものになります。こちらをパレットの上でグリーンとこちらのブラウンを混ぜていきます。混ぜることで少し深みのある色になるので、こちらで描いていきます。でその時もポインテッド筆を使用します。このポインテッド筆は細いラインも太いラインも自由に描けるので、こちらで葉っぱ茎を描いていきます。まずこの花芯からつながるように1つ目の花に向かって描きます。もし濃いなと感じた時はもう一度クレンザーをつけて押さえつけてあげると細いラインが描けます。いらないところは失敗してしまっても拭えばもう一度描くことができるので、そのように使っていただければ大丈夫です。で細いラインを描いていきます。で途中に葉っぱ、なんかも描いてバランスを見ていきます。こんな感じで描けました。ではこちらのブリーディングインクを使っているところに上から重ねてしまうと色が少し飛んでしまうことがあるので、花芯の部分はジェルを使って描いていきます。こちらの17番のビターチョコレートを使っていきます。こちらを描くときはスモールアンギュラー、こちらの筆を使っていきます。筆に少量のジェルを取って筆の中にグラデーションを入れていきます。濃すぎるとお花が見えなくなってしまうので少量で大丈夫です。これくらいです。ではこれを花芯の中央部分につけて、筆を寝かせたまま回していきます。このような感じです。でもう一つの方にも花芯を、深い茶色を使うことでお花の中心に奥行きが出るのでより立体感が出てきます。で一度硬化していきます。こちらのノンワイプのトップを塗っていきます。で硬化していきます。こちらで完成です。最後までご覧いただきありがとうございました。